今日も質問来てました。骨格が主長、おでこが広い、エラ張りの絶壁なんですけど、なぎさ園ライブの時のタカさんの髪型を真似した場合変になりますか？これはね、そのままやっちゃうとダメかもしれないです。僕のイメージでは、ちょっとバランスを変えれば大丈夫かなっていう気がします。まず写真を見てもらうと、まずポイントとして押さえるべきは、まずこの刈り上げのラインで、カラーリングのここで、一番大事だと思うの僕ここなんだよね。このアウトラインの外側のこのラインの部分だと思います。で、真正面から見てみた時に、刈り上げのラインがここからスタートしてるでしょ。ここからいつも言うように、このこめかみよりも上のこのおでこの入ってくるこのラインで作っちゃうと、おもながに見えやすいんで、より強調されやすいと思います。なので、やるんならもうちょっとこめかみの方とか、ちょっと下の部分で刈り上げてあげないと、ちょっとおもながの人はおもながが強調されすぎちゃうかなっていう気がします。おでこが広いことは全然問題ないんで、むしろそっちの方が僕はいいと思います。カラーリングはね、根元外して金髪にすればいいだけなんで、全然難しいことはないです。一番綺麗に見えやすいのはこのアウトライン、この要はこの刈り上げてるところ、バリカンで刈り上げたこのアウトラインのここをしっかりと、まあ、床屋さんじゃないけど、こうカミソリとかさ、こう剃るのあるじゃない、あれとかでも綺麗にちゃんと整えて、ラインを整えるだけで全然綺麗に見えます。それだけでもごまかして綺麗に見えるんで、結局ポイント、いくつかのポイントさえ押さえちゃえば、ある程度の形にはなります。ヘアスタイル的にはむちゃくちゃ簡単なヘアスタイルなんで、ぜひ挑戦してみてね。